428、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、ひとみさんがウーアウイルスに感染しているということが分かったので、まあそれを抗ウイルス剤で止めようと。今、大沢と、まあ、裏があるんだろうなっていう田中の二人で、あれだね、地下のとこまで来てるとこだね。警備員に不審がられることもなく、大沢と田中は指紋認証が必要なドアの前に立った。まず大沢が人差し指をプレートに押し当てる。アクセプト。承認された。間髪入れずに田中も人差し指でプレートを触れ、プレートに触れる。アクセスピッ、アクセス、ん?アクセプティッド。ロックが外れる音が響き、重厚なドアが開いた。抗ウイルス剤の小瓶を手にしたとき、あることに気がついた。結果的には、ではあるが、ついに人体への臨床試験が実現したのだ。瞳を治療したいという父親の思いに、さらに研究者としての欲求が上乗せされた。早く。一刻も早く抗ウイルス剤を投与したい。大沢は興奮を抑えきれなくなっていた。抗ウイルス剤を投与後、数時間で瞳の体からウイルスは消えていった。発熱や痙攣など一時的な副作用はあったものの、やはり DDS でウイルスを叩くのは抜群の効果があった。DDS。ドラッグデリバリーシステム。ミサイルドラッグとも呼ばれることもある。的確に幹部まで薬剤を運ぶターゲティング。標的指向性技術が特に重要であり、世界中で様々な試みが行われている。瞳の命を救ったことと、研究の成果が確認できたこと。どちらが嬉しいかと聞かれれば、正直、答えに迷ったことだろう。その後、瞳にどこでウイルスに感染したのか、問いただしたが、心当たりは全くないようだ。とりあえず瞳には、すべての事情を説明した上で、固く口止めをした。やっぱちゃんと説明はしたんだな。あれから一週間。瞳の血液の中にはまだ DDS が分解されずに残っている。あー、そういうことか。それを、抜けば、そっからわかるってことか。わかるっていうか、作れるってことか。首筋あたりから血液を採取すれば、簡単に DDS を取り出せる状態だった。首筋。DDS は首筋に残存している可能性が高い。というのも、首筋にはいくつもリンパ腺があるからだ。リンパ腺は、体内に侵入したウイルスを異物とみなして攻撃するのだが、相手が強力な病原体だと負けてしまうことがある。そうなると、その場でウイルスが一気に増殖するのである。DDS はいわば、抗ウイルス剤の運搬装置だ。セルの内部には、抗ウイルス剤が残留している。残留。DDS に利用される素材は当然のことながら、人体へのダメージが軽微もしくは無害でなければならない。使用後は体内に蓄積されず、消化吸収されるか、排出されるのが望ましい。だが一方、ウイルスが活動中であると予想される期間は、体内に留まることも必要である。ため、バランスを取れた技術が必要で、めっちゃ大変だな、薬って。薬っていうのかな。DDS を手に入れれば、そこからごく微量の抗ウイルス剤を抽出できる。時間は少なからずかかるだろうが、細かく成分分析をしていけば、やがては、抗ウイルス剤を複製することも可能なのだ。少しずつ事件の本質が見えてきた。誘拐事件の犯人は研究所のセキュリティの強さを知っていた。そこで人間の体を器にして研究所から持ち出すという手を考えたのだ。瞳がウーアウイルスに感染すれば絶対に抗ウイルス剤を投与すると踏んでいたのだろう。田中じゃねえかよ。田中を犯人だと思えば、指紋認証に協力的だったことも納得はいく。くそ。大沢は髪の毛をかきむしれながら叫んだ。田中のことは最高のパートナーとして、ずっと信頼してきた。どうしても裏切られたと思いたくなかった。玄関のチャイムが鳴った。誰かが来たようだ。大沢さん、お客さんのようです。お願いします。みのりん。梶原が大沢に声をかけた。こんな時に誰だと言うのだろう。君が出てくれ。とても対応できるような心境ではなかった。わかった。仕方なく重い腰を上げた。行こうか。わかった。対応してくれって言ったら、またあんな感じになるでしょう。仕方なく重い腰を上げた。ぐったりとした足取りでリビングに向かうと、
捜査員たちが緊張した顔でインターホンの画面を見ていた。そんな、みんなして見なくても。不敵な笑みを浮かべた男が門の前に仁王立ちしている。見覚えのない男だった。どちら様ですか？警戒しながら大沢がインターホン越しに尋ねた。みのり川だ。どちらのみのり川さんですか？どちらもこちらも、みのり川といえば俺一人だ。ふざけてるんですか？そんな暇はない。開けてくれ。開けられるわけないだろう。噛み合わない押し問答が続いた。おい、いい加減に観念しろ。この俺が取材に来てるんだぞ。わかってるのか？取材？その話もしてないもんな、こいつな。あ、そうだ。月刊噂の大賞の企画だ。月刊噂の大賞と聞いてピンときた。政略結婚の記事が載っていた雑誌だ。お前か。あんな記事を書いたのは。あんな記事？何のことだ。とにかく取材に協力してくれ。いたけたかな口調に腹が立ってきた。ふざけるな。噂の大将に話すことはない。話を聞きたいのはあんたにじゃない。双子の娘さんの方だ。娘に？緑山学院のミスキャンパスをダブル受賞したって言うじゃないか。インタビューをさせてもらえ。頭に来てインターホンを切った。こんな事態に能天気なのにも程がある。おい、どういうつもりだ。大きな声が玄関のドアを突き抜けて聞こえてくる。この俺が頭を下げて下げてなかったろ。頼んでるんだぞ。頭を下げていないことはインターホンの画面に丸写りだった。娘さんたちが留守なら連絡が欲しいと伝えてくれ。大沢さん、これ以上騒がれても面倒です。梶原が困ったような顔をする。わかった。追い払う。大沢は門越しに緑川と向かい合った。いかにもマスコミという感じのしつこそうな顔をしている。名刺をもらっておこう。後で連絡する。緑川から名刺を受け取ると、さっさと家の中へと戻った。それが一番楽だよな。そうだよね。そうするよね、絶対ね。大沢は書斎に戻るなり、緑川の名刺をゴミ箱へ捨てた。何も手につかない心境なので、パソコンでまた占いをやってみた。結果同じで、あなたは仕事人間タイプと表示された。周囲への無関心を改善しないと周囲から手痛い報復は待っているかも。周囲への無関心か。大沢は心の中でつぶやいた。考えてみれば田中とは親しかったと言っても、あくまで仕事のパートナーという関係だった。田中という個人にまで踏み込んで付き合おうとは思わなかった。もっとも、それは田中に限ったことではなかった。他人に対して興味が持てない。人間に対して関心がないのである。それをはっきりと自覚するようになったのは、小学校1年生の誕生プレゼントに顕微鏡を買ってもらってからだ。早いな。6歳で ?6 歳 ?7 歳か。7歳でもう自覚したの。顕微鏡を覗いた時の衝撃は今でも忘れられない。小さく限られた世界の中に無限と思えるような発見があった。それに比べて現実の世界は小さく見にくかった。右を向いても左を向いても、つまらないことでの、いさかいが絶えない。いつしか、現実の世界よりも、顕微鏡の中の世界に惹かれるようになった。そこはまるで静かな凪の海岸のようだった。砂浜で座ってずっと海を眺めていたい。いつまでもいつまでもこの世界に浸っていたい。気がつけば大人になり、夫になり、父親になっていた。周囲からは変わり者と思われていたようだが、何度か社会と折り合いをつけて生きていたつもりだった。その結果がこれだ。田中に裏切られたのではない。田中とのことを知らなすぎたのだ。考えすぎだって、あいつが悪いんだって。手遅れになる前に、周りの人にもっと関心を持つとか、私生活を改善するところから取り組んでみて。そうすれば、絶対にいい未来が待っているはず。耳が痛いよ。大沢は、携帯を手にすると田中に電話をしてみた。愛があれだけかけても繋がれなかったのだ。おそらく出るはずもない。それでも電話はせずにはいられなかった。何回か呼び出しようがなる。諦めて電話を切ろうとした時だった。どうしました？田中の冷たい声が耳に飛び込んできた。二人の間に緊迫した空気が流れた。キーワードか。
これミノリンから飛んでくるんだよね、多分ね。そうだよね。とりあえずもう少し待つ選択肢でいいか。あと5秒だけ。ミノリカはもう少し待ってみることにした。どちら様ですか？インターホンから男の声がした。妙に警戒した様子だ。ミノリカワだ。どちらのミノリカワさんですか？本当にいい家に住んでんな。どちらもこちらもミノリカワといえば俺一人だ。ふざけてるんですか？そんな暇はない。開けてくれ。開けられるわけないだろう。これでは話が一向に進まない。やはりここは成功法で行こう。おい、いい加減に観念しろ。この俺が取材に来てるんだぞ。わかってるのか？取材？やはり食いついてきた。大抵の人間は取材という言葉に弱いものだ。弱いか？されたいか？あ、そうだ。月刊噂の大賞の企画だ。お前か。あんな記事を書いたのは、怒りのこもった声だった。あんな記事？何のことだ？とにかく取材に協力してくれ。ふざけるな。噂の大将に話すことはない。話を聞きたいのはあんたにじゃない。双子の娘さんの方だ。娘に？子供の栄誉を世間に広めたいと言われ、あっさりと断る親はいないだろう。緑山学院のミスキャンパスをダブル受賞したって言うじゃないか。インタビューさせてもらえ。言い終わらないうちにぶつりとインターホンが切られた。おい、どういうつもりだ？この俺が頭を下げて頼んでるんだぞ。本当は避けてはいないのだが、どうせ向こうから見えやしない。いや、iPhone って書いてますけど。娘さんたちが留守なら連絡が欲しいと伝えてくれ。インターホンではなく、門越しに叫んだ。すると玄関から男が一人出てきた。名刺をもらっておこう。後で連絡する。深刻な表情をした男が現れた。どうやら彼が大沢健二のようだ。ん？待てよ、大沢？顔を見て思い出した。この男、ウイルス研究の第一人者、大越製薬の大沢健二だ。以前噂の大将に彼のスキャンダル記事が載っていて、緑川はそれを読んだ覚えがある。緑川が名刺を差し出すと、大沢はひったくるように受け取った。大沢さん、頼んだぞ。家の中に入ろうとする大沢の背中越しに、緑川は念を押すように叫んだ。その時、ふと妙なことに気づいた。昼間だというのに、すべての窓にカーテンが閉まっている。それ妙って言われるんだったら、俺の部屋ずっと妙だけどな。ずっと閉めてるけど。なんとなく事件の匂いを感じた。こういう時の勘は当たるのだが、これ以上大沢邸に留まるわけにはいかない。一刻も早く劇場に向かわなければならない。緑川は待たせておいたタクシーに乗り込んだ。タクシーは後輪を激しくスライドさせて止まった。消灯の大沢邸から桜ヶ丘の劇場前まであっという間だった。お客さん、着きました。本当に早いな。それでも予定時間より5分ほど遅れている。果たして大洗慎之助は取材を受けてくれるんだろうか。え？あ、そうか。飛ぶのか。こっから、そうだよね。35分だったもんな。これで、ジャンプ。みのりかわは運賃を払うために上着から財布を取り出した。いえいえ、料金は結構です。なんで？君塚は前を向いたまま片手を振った。え、なんでだよ。今回の料金は先ほどのお釣りで十分です。ですから、特別料金ってことで。そういえば、遠藤電気店に行った時に気前よく1万円払っていたのを思い出した。いや、しかし。私、釣りは盛らない性分なんです。君塚の言葉に胸が熱くなった。本当にお前ら、組んだら男だな、あんた。君塚タクシーはいつだって働く男の味方です。
さあ、行ってください。ありがとう。あんたとはまた会う気がするぜ。会うんだろうな。劇場のロビーに入るなり、たくさんの祝い花が飛び込んだ。目に飛び込んだ。送り主の名前の中には、緑川も知っている有名人もいた。有名人。最も大きな祝い花を出していたのは、秘密結社、チュンソフ島の中村光一。次に、大きい祝い花を送ったのは、政治組織、ジョイヤー党の石原丸太郎、裕次郎か。次に女優のローズ・バラコ。以下、売れっ子シナリオライターの一本松恵比寿。株式会社東北で、東北出ヶ所バスのバスガイド、アモ・キミコ。ああ、あれか、新人の、なんだろう、母親かな。プロ野球選手、マサ・ナリキヨ。腹話術師、シンシン。ウクレレ奏者、ハワイ・マツダ。通販番組評論家、秋津玄三という続く。通販番組評論家って何？どうやら名店師はそれなりに人気のある劇団のようだ。名店師。第4話、31歳の新人、アモータクヤは、緊張しながらも何度か指導を演じていた。ところが中盤に差し掛かって、急にアモーの様子がおかしくなる。ワイヤーアクションのためにロープを装着するのを忘れて、舞台中に出てしまったのだ。戸塚はとっさに規定を聞かして台本にない役、江戸国長の資格1となって、舞台に登場、土作さえ紛れて、アモの背中にロープを装着する。すごいな。関係者と思われる人たちがテーブルにパンフレットやチラシを並べている。コマネズミのような働きぶりから、ビリビリとした緊張感が伝わってくる。遅い。いきなり大声が響いた。ロビーの隅で男が大声を張り上げている。取材ライターはまだ来ないのか。どうやら緑川のことを待っているようだ。この忙しい時に一体どういうつもりだ。あの男が大笑いしんのすけのようだ。はい、ということでここで一旦区切りましょうか。次回この感じの人にこの高圧的な取材ダメだろうな。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。